えっ、あれ、皆さんこんにちは。第一交通機動隊のピーコースです。自転車を主に扱う部隊として高速行進活動をさせてもらってます。今日はですね、自転車これの通行方法、それから通行できる場所、こういったものについての勉強したいと思います。自転車で道路を通行する際の基本的なルール、これについてちょっと勉強していきたいと思います。で、まあ、フリップで説明をしますけどですね、自転車の通行の基本ということで、自転車、これは道路交通上は一応車両、軽車両というふうな呼び方をされています。つまり車の仲間なんですよね。イコール通行する際は車道が原則、歩道は例外的に通っていいですよというふうな形になっています。なおかつ車道を走る際ですね、左端を一列で通行となっています。ですので、歩道か車道、まあ、歩道はとりあえず置いといて、車道についてはですね、どんなに幅員が広がろうが、左端を一列で走行してください。歩道をですね、通行できる場合、これ限定されています。いくつか除外がありますけれども、まずですね、標識で通行が認められている場合、これはですね、歩道上にですね、歩行者、自転車専用という青色の丸い標識があるんですけども、その標識がある場合、これについては、標識で、通行が認められていますので、通ることが可能です。続いて、13歳未満、もしくは70歳以上、年齢ですね。それから、身体に障害がある場合、これについては、歩道を通ることができます。加えて、道路の状況から車道を通行することが危険である場合、状況から危険であるというと、まあ、端的に言うとですね、例えば道路の左端工事していて、通る際に自転車をだいぶ車道の方へ、ね、進路変更しなければ前に行けないだとか、そういったことが、まあ、具体的な例としては挙げられるかと思われます。歩道で自転車を走る場合、こういった場合については何を注意して、いかなければならないかということになります。歩道のいわゆる車道よりですね、車道よりも歩行者優先で徐行をしてください。まあ、徐行というのはどういうことか、ね、すぐに停止できる速度、ね、歩行者、まあ、歩道を歩いている歩行者の通行妨げる恐れがあるときには一時停止するなどとしてですね、まあ、いわゆる歩行者最優先ですので、歩道上は、そこら辺を誤りのないようにしてください。中にはですね、時間がないからといって歩行者を縫うように走る自転車、たまに散見されますけれども、これは正しい通行方法とは言えませんので、必ずですね、まずは徐行、それから歩行者が、ね、通行して妨げを恐れる場合については一時停止するのにですね、歩行者をまず最優先に考えてあげる、そういった、ね、自転車利用者になってほしいなと思います。